3D プリンターを使って結構経つけど、スライサーの G2 ボックスなんとなく使っていて、失敗に対応するためのコツが分かっていないんですよね。そんな君にスライサーソフトを使う上で気をつけるべきポイントをご紹介しよう。スライサーソフトの調整が良くないと出力ミスにつながってしまう。スライサーソフトで気をつけてほしいポイントを2つここで紹介しておこう。1つ目はサポート材の数だ。出力物は造形していくにつれ重量が増していくため、サポート材が少ないと支えきれずに途中で脱落してしまう。解決策として一番簡単なのはサポート材を増やすことだが、出力物をきれいに見せたい場合、サポート材はなるべく減らしておきたいもの。そういう場合、出力物を中空にして重さを減らすことで解決できることもある。中空、出力物内部の見えない部分を空洞にすることだ。重さを減らせるだけでなく、レジンの節約にもつながるぞ。 G2 ボックスには簡易的に中空にする機能がついている。上部メニューの空洞からパラメーターをいじって試してみてほしい。内部がどれだけ空洞になっているかは右にあるバーを上下させると分かりやすいぞ。中空にする場合、セットで行わなければいけないのがドレインホールの追加だ。内部の空洞に未硬化のレジンが残ったまま密閉されていると破裂する可能性があるため、レジンを抜く穴を開けておくんだ。穴を開けるボタンからドレインホールを追加できるので、モデルの中で穴が目立たない場所に開けてほしい。クリアタイプでないレジンを使用する場合、 UV ライトペンなどを使って内側にも UV LED ライトを照射したい。ドレンホールは UV LED ライトが通るくらいの大きさにするのが良いだろう。直径 10mm 以上。続いて気をつけてほしいポイント2つ目はモデルの傾きだ。例えばこういった板状の造形物を出力する場合、面をプラットフォームに対して水平に配置してしまうと反りが起こりやすくなってしまう。またサポートをつけた場合はサポート接続面に液だまりが発生し面を歪めてしまうぞ。え、そうなんですか。プラットフォームが上昇して出力物と FEP フィルムが剥がれる際に、フィルムの端に近い部分は早く剥がれるが、中央部は少し遅れて剥がれる傾向にある。これが原因で一層一層にわずかな反りが生じ、結果として造形物に歪みが起きてしまうんだ。これの解決策としては、出力物を傾けておこう。一層一層の面積を減らすことで、FEP フィルムに造形物が貼り付く力を減らすことができる。ただ、傾けすぎて Z 軸方向に高くなりすぎると、単純に造形時間がかかってしまうから注意。一層ごとの面積を減らしつつ、できるだけ出力時間を減らせるような傾き加減を探ろう。また、SK 本舗ではフォームウェア 3D というスライサーソフトを取り扱っている。こちらは出力が簡単になる機能が満載なので、ミスが起きやすい初心者にもおすすめだ。簡単に特徴をまとめた動画があるので、ぜひチェックしてほしい。